皆さんこんにちは、バロです。第6回目のビーポスのお時間がやってきました。2月月ですね。もうあっという間、1月が本当にあっという間。いやー、早かった。1月何したのって言われたら、もう仕事したとしかね、言いようがないぐらい、あっという間に1月過ぎていきました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。私はね、お正月、第5回目のビーポスでちょっとお話しさせてもらったんですけど、夜食をね、食べる習慣がついてしまいましたね。完全に体重がね、本当にね、なんていうの、右肩上りってやつだね。右肩上がりか。いやー、素晴らしい。僕の本業の仕事もね、売り上げがこれぐらいね、右肩上がりになってくれれば最高なんですけどね。いやー、本当に大変。デブ街道まっしぐら。お正月からね。お正月からじゃないよ。去年の暮れからだ。うん。それからね、本当に夜はめっちゃ食べてます。あ、でね、この前、ツイッターの方で少し上げさせてもらったんですけど、僕ね、アイスを最近食べるようになっちゃったんですよ。お正月のあたりはね、お餅をね、食べまくってたんですけど、うん、アイスをね、めっちゃ食べるようになっちゃって、で、こういつもはね、パルム、ご存知ですよね、あの、寺尾明さんが CM されているパルムアイスクリームのね、あれめっちゃ美味しいんですよ。あれ一回、あの、いつも、なんていうの？いつもあのチョコレートがコーティングされているんですけど、一回ね、期間限定で、キャラメルがね、コーティングされてたんですよ。あれめっちゃうまかった。あれね、すっごい大人の味で、めっちゃ美味しかったです。でね、普通のソフトクリームより若干高いぐらいだね、バルムね。めっちゃ美味しいです。いやー、本当に。で、今冬はね、パルム食べてるんですけど、夏場はね、ブラックモンブランばっかり食べてます、僕。子供かってね、ブラックモンブランね、もう本当に、なんて言うんですか、子供の時からずっとお世話になっているアイスですね。めっちゃ美味しいです。でね、この前ツイッター上げさせてもらったのは、ロッテさんから出てるガーナのチョコ&クッキーサンドっていうね、焦がしミルクだっけ、そのアイスクリームいただいたんですけど、いや、美味しかったね。さすがロッテさんだね。間違いないね。美味しい。うん、本当に。もうアイスばっかり食べてますよ、冬に。でも、この冬にさ、アイスクリーム食べるの好きな人結構いらっしゃるんじゃないのかな、と、僕は勝手に思っているんですが、それでね、今回はちょっと、技術的な話、を少しさせてもらいたいなと思っています。まあ、技術的な話、まあ、何のことやらって、思う方もいろいろいらっしゃるとは思うんですけど、ね、ちょっとね、僕の環境の話だね。要はね、ゲーム実況をしていく中での、僕はその、まあ、ゲーム実況を始めさせてもらったのが2017年の1月にチャンネルをね、このチャンネルを開設させてもらって、で、2018年の10月に、まあ、再開させて、もらって、でもう4ヶ月になります。で、ほぼ毎日だね、1回だけ日曜日お休み、動画投稿お休みさせてもらったんですけど、1月の20日だったかなにお休みさせてもらったんですけど、それ以外は、動画投稿を休まずやらさせてもらってます。2018年の10月からね、10月2日だけどね、それから4ヶ月になります。で、僕はあのゲーム実況者なので、顔を、まあ、見せないで、なんていうんですか、まあ、この僕の声とか、声色とかね、とかコンテンツとかで勝負させてもらっているんですが、なので、要はね、音だよね。聞いてて、その嫌な音だとすぐ離れていっちゃうわけじゃないですか。なので、ちょっとラジオ的な、要素もなきにしろあらずなのかなとかでね、まあ、ちょっと思ってたりするんですよ。
なので、僕ちょっとね、マイクを実は3本持っていて、その3本を最近ちょっと使い分けて実況させてもらっていたんですよね。実は、お気づきの方はもうお気づきだとは思うんですけど、今までずっとこう、まあソニーのエレクトロニックコンデンサーマイクロフォン PCV80V だっけなっていうのを使わさせてもらってたんですよね。まあ一番有名なマイクなんじゃないのかな、ゲーム実況者さんにとっては。で、僕もそのなんて言うんだろう、2017年1月このチャンネルを開設した時に、一番最初に使っていたマイクです。で、これを、なんていうのかな、そのままパソコンにぶっ刺して、このマイクロフォンにはちょっと難しい話だけど、オーディオインターフェースが付随してるんですよね。めっちゃちっちゃいやつ、会員版みたいなやつがね。なのでそれをぶっ刺して録音させてもらってたんですよ。だけどね、やっぱりね、このマイクロフォンね、なんていうのかな、ちょっとこう硬いというか粗いというかざらつきがあるというか、音質の話だね。で、ホワイトノイズもまあ乗ってるって乗って、まあこの辺気にされない方は気にされないとは思うんだけど、うん、正直僕もね、あんまり気にしない方なんだけど、だけどね、ちょっとやっぱりこうっていうね、ただこのマイクはコンデンサーマイクには分類されないんじゃなかったっけ？違ったっけ？エレクトロニックコンデンサーマイクロフォンで、ファンタム電源って言ってね、その電源を必要とするマイクなんですよ、このマイクはね。まあね、そういうことなんだけど、ちょっとね、僕的には嫌いじゃないけど好きでもないっていうマイクの音質、なんですよね。で、2本目、これはまあアピーさんとかとねお話しするときに、僕マイク1本しか持ってなかったから、ちょっとマイク買おうと思って、マイクを買ったのがこのマイク、ベリンガーの XM8500 っていうマイクです。これはね、ダイナミックマイクって言って、要は電源を必要としないマイクなんだよね。なんていうの、ぶっ刺せばそのままなんていうの、音を拾ってくれるっていうマイク、です。ダイナミックマイク、まあ大体3000から4000ぐらいで今売っているのかな。で、これをマイクを2本持ってます。で、一時期このマイクで実況してたこともあります。そうだね、リムワールドもそうだし、アサシンクリードオデッセイもこれでやってたかな、確か。一時期これでやってました。でね、このベリンガーの XM8500、なんていうのかな、ちょっとね、こもるんだよ、やっぱり。音がね、濁るっていうかね、こもるっていうかね、多分僕のこの声質と合ってないのか分かんないんだけど、ちょっとね、こもる感じがやっぱりする。ただ、3000、4000ぐらいで、まあこれだけいい音が出せるっていうのは、僕はちょっとコストパフォーマンス的には素晴らしいものがあるんじゃないのかなと思います。素晴らしいと思います。まあこの1本目2本目どっちが、まあ、僕の好みかっていうと、まあ実はね、ダイナミックマイクなんですよね。ベリンガーの XM8500 の方がまあ僕的には好き、とはね。ただソニーのマイクの方が聞きやすいんじゃないのかなと思って、いつもソニーのマイクで、撮っていたんですが、最近はね、第三勢力としてズームのリニア PCM、 まあハンドレコーダーなんだけどの、H5 という、機種を使って録音しています。で、実はなんですが、これね、オーディオインターフェースとしても使えるんですよ。このズームの H5、単品としてももちろん録音ができるんですが、オーディオインターフェースって言って、あのマイクとパソコンの間に、なんていうのかな、つけるものなんですよね、簡単に言うと。まあ、電気信号を変えてとかっていう話はちょっと置いといて、
なのでこれをね実はオーディオインターフェースとして使ってたんですよ。まあなんでこれをオーディオインターフェースとして使ってたかというと、実はこれねハイレゾ音を取れるんですよ。ハイレゾ音、ハイレゾリューションのことだよね。なのでかなりいい音で、まあ、取れるということで、まあねこれをオーディオインターフェースとして使っていたんですよ。まあね、あの本当にソニーのマイクも、ベリンガーのマイクもホワイトノイズはねかなり軽減されます。やっぱりねさすがだと言わざるを得ないやつ。ただねそもそもオーディオインターフェースとして作られたものではないから、やっぱりねアラがあるところはあるんですよね。だけどね、まあこれを実は、使って最近、録音させてもらっていたんです。で僕の動画のファンの方、僕の動画本当にいろいろ見ていただけてる方、本当にありがとうございますの方はもうお気づきだとは思うんですけど、なんていうのかな、たまに実況なしの動画が上がったりすると思うんですよ。あれは実はあの僕 GForce で撮ってるんですけどね、録音じゃない録画のソフトなんですけど、たまにね不具合が出て音が取れなかったりとか、なんかね僕のそのこれあるんですよ。で、どうしたもんかなと思って、やっていたんですけど、今この Zoom の H5 で撮るようになった理由としては、これ単品でまあ撮れるっていうのが一つと、あとハイレゾーンで撮れるっていうのが一つと、あとね僕が好きな音質にすごく近いのでこれを使っているっていうのが一つで、さっき話したその GForce でたまに録音できなくなる時があると、いうので、要は、これで別撮りをしてるんですよね。僕は今までそのなんて一本撮りでずっとやっていたんですけど、別撮りをして、やっています。なので、GForce の録音を録画をオンにして、でこの Zoom の H5 をオンにして、なので、ね、ちょっとね音ずれがないとは思うんだけど、ちゃんとね編集でやってるからないとは思うんだけど、一応ねこの2つで、録音録画をやらさせてもらっているんですよ。で僕はねこの Zoom の H5 が好きなんですが、まあ皆さんもね好き嫌いがもちろんあると思います。なのでちょっと一時、この Zoom の H5 で録音させてもらって、動画投稿させてもらえればいいなと思います。音はね多分ねクオリティは上がってるとは思うんだよね。僕の耳の話だけどね、すごくこうなんていうのやっぱりクリアだし奥行きがある音にやっぱり感じるし、と思うんですけれどもね、皆さんいかがですかね。聞かれていらっしゃる方がやっぱりコメントとかいただけるとすごく嬉しいなと思います。僕はねその制作者側なのでなかなか見えてこないところもあると思うので、もしよろしければいいなと思う、マイクを何て言うんですか、音を、教えていただければ嬉しいなと思います。ただね一時はこのマイクでやろうと思います。なので、ソニーの、エレクトロニックコンデンサーマイクロフォン、PCE だったかな、 PCV80V のマイクと、ベリンガー XM8500 のマイクと、で最後今話しているこのマイクだね、Zoom の H5、 この3つをちょっと聞き比べで、せっかくなので、流してみたいなと思います。僕が持っている録音の機種だね、マイクの機種を、ちょっとまあご紹介したいっていうのもあるのと、まあね録音ミスが続いていたっていうのがあと あるのと、あとそのいろんなマイクでやらさせてもらって、まあ統一感がなかったっていうのもまあ一つなんですけど、っていう意味も込めてちょっとやらさせてもらえればなと思っています。皆さんこんにちは、バロです。ソニーのエレクトロニックコンデンサーマイクロフォン PCV80V というマイクで録音しています。音質はいかがでしょうか。皆さんこんにちは、バロです。ベリンガー XM8500 ダイナミックマイクで、録音しています。音質はいかがでしょうか。これはテストです。
皆さんこんにちは、バロです。 Zoom のリニア PCM H5 という、マイクで録音しております。音質はいかがでしょうか。これはテストです。皆さんこんにちは、バロです。ソニーのエレクトロニックコンデンサーマイクロフォン PCV80V というマイクで録音しています。音質はいかがでしょうか。皆さんこんにちは、バロです。ベリンガー XM8500 ダイナミックマイクで、録音しています。音質はいかがでしょうか。これはテストです。皆さんこんにちは、バロです。 Zoom のリニア PCM H5 という、マイクで録音しております。音質はいかがでしょうか。これはテストです。聞き比べがあったと思うんですけど、皆さんどれがお好きかなと思ってやっています。まあ冒頭にもお伝えした通り、僕はね Zoom のリニア PCM H5、この音がね、まあ、好きなんですが、まあ、もし購入されたい方とかね、いらっしゃったら、この動画が参考になればと思っています。なので僕の動画では一時このズームの H5 で別撮りで、動画投稿させていただければと思っています。まあね、技術的な話だいぶ長々となりましたが、まあこんな感じですね。マイクのお話でした。次は動画の話です。僕が今上げさせてもらっている動画の話ですね。まずはアンセスターズレガシー。この動画はね、上がったり上がらなかったり、いろいろあるんですけど、まあこの動画は上げれるときに上げていければいいかなと思っています。ね、僕も毎日ゲームできるわけじゃないので、ストックとして持っておきたい、動画の一つです。なのでアンセスターズレガシーは、まあぼちぼち上げていければなと思っています。それから、2019年になって、一発目の動画グリスという動画を上げさせていただきました。めちゃくちゃ綺麗なね、センスの光るーゲームなんですが、すごくなんていうのかな、こう面白かった、小学生かっていう意見ですけどなんていうのかな、すごくね、飲み込まれるような世界観だし、やっぱり見ててまず綺麗なんで、なんていうのかな、飽きないっていうのが、やっぱり一番、面白いところでしたね。あと、声を失った少女の話なんですけど、まあ、敵みたいなのが出てくるんだけど、これ僕の解釈ですよ、勝手な。やっぱりね、あの2つは同一人物っていうか、まあ、同じものなんじゃないのかなと。自分の心の闇と自分の心を映し出すものだったんじゃないのかなとかってね、勝手に思ったりしています。やっぱりこういう綺麗なゲームがお好きな方はぜひご覧になられてみてください。グリスというゲームです。続いてクルセイダーキングス2。いやー、このゲームはね本当に地味、なんと言ってもね地味、本当に地味です。なので、動画に上げようかどうかはずっと迷っていたんですけど、まあね、僕も大好きなタイトルの一つなので、ロングランできればいいなと思っています。本当に、1400何年だったかな、忘れちゃったけど、もうそこまでね、自分の血脈をつなげていくというゲームなんでね、いわゆるパラドゲーってやつ。なので、こういうゲームがね、お好きな方は本当に、ハマってくれるんじゃないのかなと思っています。で、これね、完全日本語版とかも出てるんですよ。なので、もしやってみられたい方は、そっちを僕はお勧めするかな。僕ね、これ日本語モッド、有志の方が作っていただいた、ありがとうございます。モッドが入ってるんですけど、僕はそっちの方をもしかしたらお勧めするかもしれないですね。なので、クルセイダーキングス2、これは、まあ、バロー一族でやってんだけど、またね、懲りずに、
ロングランで生きていけれればいいなと思っています。うん、続いてリムワールド。いやー長いね。エピソード57ぐらいまで出てんのかな。長い。そしてね、めっちゃ面白いんだよ。飽きないんだよね。ほんとリムワールドでいろんな、なんていうのかな、コメントいただいて、なんていうの、こうがいいですよとかってね、いろいろいただいてるんですけど、うん、なかなかね、反映できないところもあったりなかったりします。多分だけど、後半戦に入ったんじゃないのかなと思っています。リムワールドね。なので僕の予想では70話から80話あたりで終わるんじゃないのかなと勝手に読んでいますが、まあちょっとね、これからどうなるかわかりません。そして敵も強くなってきたんで、もしかしたら、全滅する可能性もなきにしろあらずなので、うん。途中でね、終わっちゃうことになっちゃうので、それはまずいなと思いながら、やっていければなと思っていますので、応援のほどどうぞよろしくお願いします。それから、シビだね。うん。シビライゼーション6。日本文明としてやらさせてもらっています。もうね、本当に時間泥棒。もうシビライゼーション6。面白いかってもんじゃないよね。本当に僕もずっとやってられるよっていうゲームです。本当にね、一回ずつ全部違う内容になっていくので、そしてプレイヤーが違えばね、また全部違うドラマになるっていうね、本当に素晴らしい、ゲームだと思っています。まあもちろんリムワールドもそうなんだし、クルセイダーキングス2ももちろんそうなんだけれども、うん。ただね、僕は本当に一番大好きなタイトルです。シビライゼーション。うん。シリーズね。でね、何話だ ?13 話、4話ぐらいまで上がってんのかな。うん。まあね、これからね、文化勝利を目指してやっていければいいなと思いますので、こちらも応援どうぞよろしくお願いします。まあ、この2本はね、平日に上がる、タイトルだね。そして、マーダード。魂の呼ぶ声というね、ゲーム。これはアドベンチャーゲームなんですが、これをね、新しくやらさせてもらいいたしました。うん。要はね、主人公が、まあ、殺人鬼に殺されて、死のうにも死ねないんだよね。この殺人鬼を捕まえたいっていう一心でね。まあ、その主人公の、まあ、ドラマ、アドベンチャーゲームみたいな感じですね。スクエアエニクスさんから出ているゲームです。何年だ ?2014 年に発売されたんだっけな。4年前、5年前のゲームです。うん。かなりボリュームがある作品です。ぜひこちらも応援よろしくお願いします。でね、2月になったので、そろそろね、シビライゼーションのね、新しいダウンロードコンテンツが出るんですよ。実はね、それに向けてシビライゼーション6の動画を、上げさせて、上げようと思って今やってるんですが、これをね、ぜひやっていきたいなと思っています。2月はね、それから2月はね、本当にいろいろなゲームが発売されます。ので、僕も、まあ、全部できるわけではないんですが、どれかできていければなと、まあ新作ですよね、どれかできていければなと思っています。うん、まあね、ちょっと長くなりましたが、そんな感じかな。今回の B ポス第6回目、2月の B ポスだね。本当にね、いろんなゲームをやらさせてもらっていて、そしていろんなコメントいただいて、高評価、低評価が最近多くなりましたけど、やっていただけると、なんかこう自分の励みにもね、本当になりますし、見ていただいている方がいらっしゃるんだとかね、その方のために僕も動画をどんどん上げて楽しんでいっていただければなと思って、いつもね、やらさせてもらっています。なのでね、これからもどんどんいろんな動画作って、皆さんに楽しんで、もらっていきたいと思っていますので、ぜひ応援のほどよろしくお願いします。ちょっとでもね、楽しいと思ったらチャンネル登録、どうぞよろしくお願いします。それから、高評価していただけるとめっちゃ励みになります。それから、思ったこと、感じたこと、何か、
書いてコメント欄に書いていただければすごくありがたいです。できればねポジティブな内容を書いていただけると、僕も励みになりますし、よかった、あげてよかったとかって思うので、ポジティブなコメントいただけるとめっちゃ嬉しいです。それではね、今回はこの辺で終わりたいなと思います。最後までご清聴ありがとうございました。